逆にもし打たれた時のヤジみたいなものも入ってくるんですか？え、オリックスのファンの方は皆さん優しいのであまりそういうことはないですね。本当？はい。たまにあるよね。でもね、まあでも確かにまあ、そういった言葉も本当に応援してるから出る言葉ですもんね。はい、そうですよね。伊藤さん、はい、まあ、今日もたくさんファンをお座りくださいましたけどもね、はい、来シーズンもやっぱりこういった応援というのも力にしていきたいですよね。そうです ね、はい、去年ね、伊藤さんが、まあ、1シーズンずっと、まあ、ホームを守り続けたっていう中で、今までと自分の中で変わった点っていうのはあったんですか？そうですね、責任感というところで一番違ったのかなと思いますけど、やっぱり、まあ、個人的に100試合出ると言って、結局達成できたシーズンだったんですけど、出れば出るほど、キャッチャーとしての難しさだったり、チームが勝てない時の悔しさとか、自分がどうしたらいいのかっていうその難しさっていうのを経験できたので、はい、それはもう今年ちゃんと生かさなきゃいけないと思いますけど、ね、はい、その難しさっていう点で言うとね、もちろんそのシーズン中もそうですが、今年僕ら秋に見た日本代表で国際試合を経験されました、はい、あれもかなり難しいリードだったんじゃないですか？そうです ね、シーズン通してずっといるピッチャー陣と野手陣ではないので、はい、正直寄せ集めで、うん、知ってる程度の内容しかわからない中で試合してたので、すごいそこは難しかったですけれども、いい経験になりました。特に試合、いくつか試合あった中で、伊藤選手がこれからプロに入ってくる選手のボールを受けましたよね。はい、大瀬良投手、ね、そうです、大瀬良さん、はい、あれでもかなり大瀬良投手のピッチングっていうのは注目されている中で、はい、受けるっていうのはどうだったんですか？そうですね、僕のこの、なんですかね、うん、誰も見てないんですけど、変なプレッシャーというか、はい、大瀬良をちゃんと抑えさせないと国民から批判されるようなぐらいのプレッシャーは本当にあったので、うんうん、あれもあれでなんか経験できないプレッシャーでしたけどね。あ、はい、いつもと違うプレッシャーですよ ね、 ね、全然違いました、ね、点取られて OK みたいな場面じゃなかった、うんうん、まあ、内容的には点差もあったんで、はい、全然 OK なんですけど、うん、ゼロで抑えなきゃ多分報道もされ方も変わってきますし、受けてるキャッチャー誰だよってなるんでめっちゃプレッシャーありました。なんかあともかなり報道陣に囲まれたそうですね、伊藤さんね。囲まれたんですけど、はい、絶対大瀬良の話だったんでまたかまたかとかこっちは結構緊張してプレッシャーだったんで、うん、はい、でもそういったなんか違った緊張を味わえたのもいい勉強になりましたね。いや、すごくいい経験になりました、はい、そうですね、はい、侍ジャパンのユニフォームどうでした？いや、良かったです、ね、はい、まあ、高校時代縦島だったんで、うん、あ、明徳はね、はい、懐かしい気持ちとともに、うん、ジャパンってこう日の丸が左胸に入ってるっていうその重みも若干あったので、うん、はい、はい、良かったです、ね、試合、佐藤さんご覧になってました？そうですね、うん、大瀬良くんが投げるところだけ見てました、はい、僕もなんか大瀬良がスリーツーフルカウントで粘られて三振取ったシーンで伊藤さんがガッツポーズしているシーンなんか今でも鮮明に覚えてますけどね。あ、本当ですか、ね、あれプレッシャーが解放された瞬間です佐藤さん、ね、日の丸をつけた経験というのは？いや、ないですね。あ、そうですか、はい、社会人の時もそうでしたね、はい、ね、となるとやっぱりこの日本代表を背負うっていうのも背負えますね。ね、いや、まだまだそんなに、そんな選手じゃないと思ってるんで。いや、よく言いますよ。でも今年ね、今年か去年か見てましても、まあ、本当に佐藤投手が出てきて伊藤キャッチャーがボールを受けるというシーン何度も我々見たんですが、伊藤さんからご覧になって佐藤投手すごいところを受けていて、これすごいなっていうのは教えてください。まあ、見ての通り、まっすぐのスピードだったり、なんていうんですかね、スピード以上に感じるスピン量の多さというか、はい、それなかなかテレビで見てて分からないところなんですけれども、まあ、簡単に言うと分かっていても空振りが取れるっていう、まっすぐ分かっていても、はい、そうですね、まあ、うちの平野さんと佐藤さんは2人ともそういう感覚なんですけど、まあ、あとはピンチになっても表情が変わらないところですね。変わらない、はい、だから逆に安心してサイン出せるというか、うん、はい、僕も何ていうんですかね、信頼しきって投げ切ってくれると思ってサイン出せるところが、まあ、他のピッチャー違うなというのを思いますけど、はい、佐藤さん、そういうふうにキャッチャー見てますか？はい、ピンチの場面実はすごいドキドキしてるんですけど、うん、あえて隠してるんです。
はい、なるべくすごくなんとなくポーカーフェイス見えますよね、はい、なるべく顔に出さないようにはしてます、うん、でもドキドキ本当はしてる、はい、実は、はい、伊藤さんがピンチにマウンドにやってきます、どんな声かけてくれるんですか。そうですね、それもね、なかなかテレビ見ていてもわかんないし、スタンド見ても当然わかんないんで、まあ、はい、だいたいいつもまあ大丈夫なんで、いつも通り行きましょうっていう言葉をかけてもらってるんですけど、そうですね、マウンド特別カードみたいですか。あの、例えばピッチャーによって変える、かける言葉変えるってのあるんですか。あの、あんまりないんですけど、うん、あのうちの21番の時にはだいぶ言いますけどね。年下っていうのもありますよね。下というか、あれチャランポランなんで、うん、場面のこの厳しさは分かってないんで、はい、それをキャッチャーとして言いに行く、ね、あの勝てばピッチャーで負ければキャッチャーなんで、うん、その分僕もピッチャーに言うことは言いますけどね。 あと佐藤さんとかの場合には、うん、あの全然大丈夫ですみたいな。逆に自分もピンチって分かってるんですけど、はい、自分も楽に言うことによってもっとこう楽に投げてもらいたいなっていうのも含めてなんですけど、ね、なるほどね、はい。